超土川尺は、新末民初の政治家、革命家、中国同盟会に属した革命派の人物。侵害革命に際しては、重慶での放棄に成功し、中華民国の初代市選民政長となった。字は、列後。1899年、秀才となる。1904年、生徒高等理科有給師範学校に入学した。1906年、 中国同盟会に加入。翌高所33年、熊国部らと連携して、生徒で革命を起こそうと図ったが、事前に発覚し、失敗した。1908年、生徒の部族中学学館に就任し、1910年、重慶府中学同学館となった。1911年10月に、武将記儀が勃発すると、要所たまらと共に放棄した。 11月22日に、重慶の独立を宣言し、植軍政府を樹立して、長は、都督に衰退された。その後、院政公らが、生徒で樹立した大男四川軍政府との合流交渉を経て、1912年2月、新たに四川軍政府が成立し、院が都督、長が副都督となった。同年6月、遠征外により、院が四川都督に、 長が四川民政庁にそれぞれ任命された。しかし11月、返京の民事を諮問するという名目で、長は北京に召喚された。1913年、総統府顧問官に任命された。同年の二次革命では、高校を補佐して南京で活動したが、敗北して天津の疎開に逃げ込んだ。しかし1915年1月7日に、 北京政府に逮捕され、同年3月4日、処刑された。去年40、ありがとうございます。